寂しい街によく来たわね。ゆっくりしていってよ。あなた方が幽霊屋敷へ行かれると聞いて頼みがあります。二人の子供が殺された事件をご存知でしょう。実は私の娘も彼らと一緒に屋敷に行き、未だに行方不明なのです。どうか娘を、エイミーを探し出してください。見つけ出していただけたならお礼を差し上げます。ありがとうございます。時々ここに来ますので、何か分かりましたら教えてください。俺は探偵のアレックス。あんたたち幽霊屋敷に行くんだってな。俺も連れてってくれよ。その気になったらいつでも誘ってくれよ。はじめまして、私はモーガン・ディラン。こう見えてもジャーナリストなのよ。君たち、あの屋敷に行くそうね。私も一緒に連れてってくださらない。残念ながら、私は神秘学研究家のラモント・ブラックです。私を連れて行っていただければお役に立てると思いますが。そうですか、お役に立てなくて残念です。僕は科学者のヴィンセント・ホフマン。僕の作った機械が役に立つかどうか、チェコスロバキアからやってきました。どうか僕も探索に加えてください。そうですか、僕の作った機械が武器と道具の店にあります。もしよかったら使ってみてください。私は霊能者のお役に立ちます。あの屋敷には強い霊の存在を感じます。せいぜい気をつけなさい。大して面白い話はないわ。
愚か者どもが、さっさとこの屋敷から出ていくがいい。警告したはずだぞ。手遅れにならぬうちに立ち去るがいい。
ベネディクト様を止めてください。旦那様の部屋には隠し扉があります。